最近なんかもう疲れられてますね。いや疲れてるとか疲れてないとかそんな話じゃなくて、なんて言うんかな、もうバカバカしいっていうかやってることがみたいな。今までごっつ一生懸命真面目にやってたけど、なんかようその政治とか行政のやってること見るにつれ、なんかもうやってることが全部がバカバカしいになってくるっていう、そういう人多分増えてると思うわ、もう最近。どう？確かにね、それもうアホちゃうかみたいなことばっかりやらされてこっちは。でまた税金が税もそうやし、社会保険もそうやし、上げる一方で。そうですね、まあ防衛費の予算をねつけようとしてるから、一生懸命ね、うん、上げる方向でいろんな手考えてますわね。これ江戸時代って一気ですよ、もう今から民衆暴れてますよ、農民大暴れしてると思う、もう怒って。こんな税率かけられたら、だからあれでしょうね、一般市民を怒らすと数いるんで、富裕層から取るのと、で自営業じゃなくてサラリーマンから薄く取ろうとしてるんちゃいますかね。サラリーマンって分かりづらいじゃないですか。まあでも自営業狙われるわ、これからどっちにしろ。もう今まで好き放題してきてるから狙われますけど、あんまり露骨に自営業攻めると自営業反乱起こしたら怖いですからね。サラリーマンの方がまだそんな見てないですよ。いやでもサラリーマン会社員辞めたなる人出てくる。でもこれ最高税率の人なんて今何パー最高税率で所得税今50でしょ、45に住民税10なんで55です。具合悪なんな、そんな。でも昔王貞治が7000万とか年俸もらってた時が70% とか 80% の世界なんですよ。あったな、そういう時。それからしたら全然、あったな、そういう時。1億稼いでも 2,3 千万しか手元残ってないって話だったんですよ。異常な感じですよね。まあ今でも半分残らないんですけどね。あの当時の方がでも、なんていうかな、税務署はなんていうかな、もうちょっとおおらかや、おおらかやったよな、ね、だとは思いますな。そんなに今みたいに詰めてけえへんよな、なんかわけのわからん、細かいことばっかり言うてもうもっとおおらかやな、警察官おおらかやったもんな、昔って。そうですね、暴力団もおおらかやったしな、言い方悪いけど、まあ義理人情とかね、そういうなんでね、ある程度そのやってましたからね。これほどまでに世の中が杓子定規になってることって最近やろ、これ。だから今まで遊びがありましたよね、うん、こっからここまではまあまあまあグレー、ええやんグレーやんええやんって、うん、見て見ぬふりしようやっていうのがあったのが、今グレーがほとんどなくなって遊びがなくて、うん、一歩踏み込んだらもう撃たれるみたいな、そんな感じになってきましたよね。なんかこう自分らで自分らを監視し合ってる世界になってるわな、これ、うん、一番てっぺんの方がうまいこと法律作って、うん、ルール作って、なんかなぁこれなんかもう全部がぐっちゃぐちゃになってきたな、もうコロナっていうのを一瞬見たらあれコロナって今もう何もないんかなっていうぐらいの状態ですね。さあこれ始まったな、今年ですよ、壮大なクラッシュですわ。もうだから黒田総裁も任期来て岸田さんも持たないですよ。だからまず金融は、昨日やったっけ、長期金利が 0.5 で飛ばなかったな、 0.56 とかまで行きましたね、はいはいはい、もうあれだ、コントロール効いてないでしょ、完全に。そうですね、イールドカーブコントロールっていうか、もう完全になんていうかね、マーケットからしたら金利もっと上げろって言ってるわけでしょ、要は。そうですね、マーケットっていうか、まあ、コントロールされてんねやろうけどな、でもまあ今までが強引に行ってたんで、その反動ですわね。それはゼロはやっぱりダメだと思うんですよ、緊急事態なんで。一瞬だけしかダメだと思うんです、それをずっとやってたんで。だからある程度のところでやって、こう上下させていってコントロールしないといけないのが、ゼロにしてたらもうしたい気ようがないんで。なあ、まあだからこれで 0.5 は 0.5 っていう、なんていうのかな、その一応日銀のここだけは死守するみたいなとこがもう決壊したわけやからね、これ。まあ上げざるを得んやろけど、金利まあ多少上げなあかんわな、これ。金利でも上げなあかんと思います。無理があるわな、やってること。
もうでもこれでも逆にこっから先長期金利もまだこうなんていうかな上がっていくってなるとこれ国債は値打ちないよもうこれでみんなお金どんどんね住宅ローンとか借りてますけども変動金利で借りてたらね、まあ、あれはもうまだだいぶ先の話になってくるんで見直しはな、まあ、そんなとこよりも国債が買い引き受けがおらんようになっていく地銀が来るでしょこれやっぱり一番先に、うん、地銀がしんどいと思うわ、うん、あの金利上がってくると、ほんで要は日本国債が目減りしていくわけでしょ結局、うん、うんだから今タコ足食いみたいなことやってるでしょ日銀も自分でまた買い入れてるわけでしょうまいこと言われますねタコ足食いそんなんいつまでも続くわけないわこれでもすごいよな世界中でこう潰してるって感じやなみんなが一生懸命なまあ金融はそんなもんでしょもうあ昨日おもろやっとったであれ何ですか楽天え楽天社債発行してたであ1月20日やったかな、はい、米ドル債、はい、10.25 かなんかのジャンクやな10.25 ジャンク債やなもうあれもうあれは無理違う売り払いも、うん、あれなんかあるんやと思う楽天もあんな金利の社債発行前俺前日さんにね損だけでソフトバンクはもういよいよやんかいよいよもうあかんでしょ完全にソフトバンクも大損食らってるからねもう楽天もどこに向かってるんですかね結構ね携帯とかでもなかなか名電で、うん、で NHK 党に叩かれるしな、けど分からんこと言われてない、いちゃもんつけられて、あれ相当内容しんどいんやと思うわ、10点忘れたな 10% 超えてますよ金利、うん、米国債ですわあ米ドル債ですわあれだからやっぱり大きな損出してるんでしょうな相場でなですよ、ね、投資でな投資やなアメリカの、弱いところを見せれないっていうのもあるんでしょうね、うんううん、売られるもんいっぱい、いっぺんに、うん、だからね張り子の虎じゃないですけどもそういうのもちょっとね多少無理でも行ってしまえっていう感じでいくんですね、まああとは株主が楽天の株主構成がどうなってるかやん、あれで外人がやっぱりほとんどそういうとこを締めとったらファンドがね、もう言いなりでしょ、もうあと全部金絞り上げられて、ドルで絞り上げられて終わるでしょ、なんかもうああいうの見てるともうヤクザよなマフィアの世界よなそう金融って思わんもうファンドってもうね札束で人のほっぺた叩いてるみたいなもんですもんねうーんあれだからあんな楽天の債券なんかあったら悲惨な目に買う人おんねやろかおんねやろな 10% って言ったらおるでしょうねいや金利 10% もくれねで飛んでもたほんまにそんなもん楽天なんてああソフトバンクもあかんなくてもあかんなああすごいなこれああもう戦争やってるしみたいなそうそうでもちょっとあれ防衛増税煽りすぎやわあどう毎日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 そうですねあれ何やなんか土地狂ったんかな何が何でも戦争やらしないんかな日本にもう終わってるっちゅうてんのに煽るなぁそうですね必死やなもう、まあ防衛費上げたら当然ねアメリカから買いますからねアメリカの軍需産業にしてみたらだから連中からしたら戦争やってくれたら儲かるしやらんかってもまあ武器って儲かるしどっちでもええわみたいなもんやるけど、それでもちょっと煽りすぎやであれでまあ日本はね暴力増強するのはアメリカにとってマイナスには絶対ならないですからね、どう戦争なんかもうやらざるを得んようなとこまで持っていくもんなもうこれそんなに煽るなよ裏煽るもんなもうでも煽られてね
あのお金出していろんなもん買ったとしても日本は無理ですよ。兵がおらんもんな、兵隊が、自衛隊やからな、軍隊持ってないからな、戦いようがないもんな。そうなんですよ、それをなんで煽るあんなに、結局買いもして撃たれる撃たれてじっとして待って爆撃食らうだけの話だと思うんですよね。まあ中国ももうそれどころじゃないから現実、煽るけど、まあ経済あの状態で戦争やなんか言うてるところじゃないからな。そうそう、中から崩れますよね中国ね。まあ経済あれで、ほんでまたなんかおもろいことやっとったで、昨日中国科学研究院やったかな、注射、はい、今までのワクワク注射、はい、消されんねんこれ言うたら YouTube 俺の消されるだいぶ言ったらあかんねん、これ俺名前はな、何本か消されるとか言われる、あのワクワク注射あるやん、あれを蚊使ってやるみたいなことやりだしてるな、なんか言い出したな、商売かなあれも、蚊自家熱使ってどうちゃうかな、なんかわけがわかもうわかがわからなってきたもん最近何がどうなってんだよこれみたいな。ああすごいわ動きが世界中、経済崩壊してるのに戦争どころじゃないやな、こう。そうですね。なあ、もう共産党がどうなるかいうようになってんのに、戦争を言うたって、軍、人民解放軍機能せえへんなんな。よっぽど焦ってますよね。ゼロコロナから急にパーンと変えたじゃないですか。もう暴動起こってもう歯止め効かんようになるっていうのとね、経済がもうまずいっていうそのもう2つでパーンと入れ替えましたけど、なかなかねもう外資戻らないですよね。戻らんな、またパーンとね逆転されたらたまったもんじゃないですからね。またであったあっこなあ、いうさ難しいんですよ、あそこをこううまいことこうなんていうんかな、こうなんちゅう不時着陸さすっていうか、クラッシュさせん、爆発させんようにせんと、あっこから5億とか6億世界に出ていったらもう世界第三次世界大戦どころちゃうからあっこから5億ぐらい難民になって出ていったらもう世界崩壊やからね、これ。そうですね、完全に日本はアウトですよね、完全に崩壊する。わーっと流れてこられたらね、もういやこれほんま冗談のけど、あっこからほんまに5000万人でも日本来たらもうアウトよ、もうこれ、もう崩壊ですわ。ちゅうか崩壊どころかもうむちゃくちゃなってんじゃん、もう。なんかあそこだけはこうなんていうかな、こう囲ってしまってあの中でこう終わらさんと、ブワーってあれ外出ていったらもう終わるんでね世界中。そうですね。それを多分一番どこの国も国というかみんな考えてんじゃん、こうあれ出てきたらえらことなるぞと、なんか中閉じ込めてんねんけど一生懸命。あれが全部の引き金になるわな、そんなん核弾頭飛んでくるより怖いで、あっこから5億出てくる方が確かにねブワーって出てきたら収拾つかなくなりますよね。でしょ、アメリカのな北米に1億行って日本に1億来てヨーロッパに1億って言ってアフリカに1億でブワーって言ってみ、もう終わりやで、もう世界完全に。だからあそこをこうどうやって沈めるかやな最後。そうですね、ソフトランディングでこう、ね、ソフトランディングです。そうそうそう、やり方あるのかな、こう難しいですよね。今の幹部やったら無理じゃないですか。その穏健派が出てきてこう徐々に徐々にお互い協調してやっていきましょうっていう人が出て、頭すげえ変えんとダメですよね、とりあえず。まああとはもう物理的に飛行機止めるとかな、でも船とかで船でやってくれよ。日本やったらほんまに危険帰り水、木製の船とかで来ますよバイタリティ豊かですからあの国の人たちが強いんですよ、まあ人海戦術なんでね、100人乗った船でまあ半分死んでも半分残るわぐらいのレベルで来るからな、これでもちょっとあそこをどう終わらせるんか俺想像がつかへんわ。どんな形になんねよ最後、中国共産党終わるというか、統制できん状態でどうやってやっていくんやろ、バラバラの状態だ。そうですね、もともとがね強権政治でやってますけどね、いろいろ
違う国ですからね、本来は。あれどうすんのやろ最後。全く分からんねんけど、あっこはどうなんやろ。中から革命みたいな感じになるんですかね、やっぱり。果たしてしたら。って言っても結局強権的な形やろ、あっこの革命ってやっぱり。今までやったらね、あの天安門事件とかみたいに暴動を起こしても共産党の方が強かったんで踏み潰してましたけども、うん、弱ってきたらそういう事件を起こされてももう防ぎきれなくなって倒れるっていうパターンちゃいますかね。まあどっちにしてもあの大きさを一つでまとめるのは無理ですわな、ね、倒したとしても次誰なんねんっていうところで難しいですよね。やっぱり連邦制みたいな感じになるかな、共和国ではないんかな、こわちょっとなんか今のところ見えへんな、どうなるんか、実際分かってないんちゃう、今の共産党もどうするこれみたいなと思いますね。だから内向きにのことがあるんで外に向けてね、こんなこと やっていくぞみたいな形で中に専念してるみたいな状態ですもんね、今ね。ロシアと同じですよね。ああでもロシアもあそこあれ何やったっけ、名前忘れた、あそこイバロボなんとか、あれなんていう国会艦隊が、うん、あの空母とか、はい、潜水艦とか原子力潜水艦とか全部か国会艦隊が固まってる港でした。イバロフスフース忘れた、あそこロシアなんですか。あのおらんようになったで、おらんようになったってことは出てきた、出撃してるってことやな。うん、だから次にいや次やな、もうステージは。だからまあ NATO に、まあウクライナっても NATO やけどにあそこの艦隊潰されるのを避けて出ていってるんかどうかわからんけど、もう全艦おらんようになってるみたいなんで、出撃してるんでしょうな、準備してるんでしょうな。どうなんですかね、軍隊自身が頭数があんまおらんっていう風になってきてますよね、ロシアって。まあでも NATO もっとひどいよ今。まあ、ウクライナ軍は全滅党にしてるけど、ね、NATO もひどいよ今、11カ国か12カ国ぐらいでやってるけど、うん、傭兵片っ端から殺されてるで、あれ、うん、地下のなんかあれやんか、地下要塞みたいな、あれももうやられたしな、あっこに閉じ込もってやってたよね。まあいよいよ最後の形になっていくんじゃんかな、これ艦隊が出ていったってこと、うん、まあそれはウクライナなんか、ウクライナのみならずのウクライナの最後のとどめなんか、もしくはあっち側、うん、こっち側、はい、うん、もう一歩踏み込んで、踏み込んでイスラエルの方やな、あっちの準備も始めてるんやろうしなみたいな、うん、まあロシアも大変な役回りやと思うあれ、うん、大変やでロシアの人戦争ばっかりで、まあいよいよ全部が一気に何ていうか次に行ったって感じかな。アメリカで訳分かってないしな、もうむちゃくちゃやろもう。なんかここ最近あれですよね、そのまあプーチンにしても習近平にしても、あのキム・ジョンウンにしても、なんか すごい人たちが、なんかスター選手がなんか。おりますね。どんな時代ねと思いますね。これだからな、100年後ぐらいのな、歴史でこれを今をこう描写したっていうか、書物っていうか、YouTube もあるか動画もあるやろうけど、見るとな、振り返るとスーパースターが出てる。そうですね。すごいのが出てきてると思う。すごいキャラクターの塊ですよね。ね、だから。言い方悪いけど役者が揃ってるんですよもう今、うん、これやっぱりねそういう風に作ってるんでね、うん、で太陽フレア、まあ、天体の動きもそうやけど太陽フレアの問題もあったり、もう全部の役者が揃ったみたいな、うん、天体の運行もそうやし、まあ占星術とかね、東洋的なこの天文学もそうやし、で役者、プーチン、トランプ、うん、そうか、トランプもいますね。まだ次出てくる可能性ありますね、習近平。うわーなー、これうーん、なんかだからウクライナはウクライナでコメディアンやしな、トランプはあんなんやし、興行師みたいな人やしな、プーチン
キム・ジョンなんかで岸田、もう影薄ってしゃあないですね。あれは脇役の脇役ですからね、あの人はね。係長ぐらいじゃんかな、世界の中のそういう役割で言うと、ブラジルでしたっけ、ドテルテなんか、なんかすごい、あの人もキャラクターが、ね、トランプのなんかな、あの後継ぐようなみたいな感じの、選挙に負けて今トランプと同じようにやってるじゃないですか、不正があってあげて、そう、こうあそこも軍出てきてやってるけど、まあでも司法も操られてるんでまだまだ抵抗してるけどな連中も、これ最後どうなると思う、井口さん、真面目な話、世界ですか、ブラジルですか、全世界の感じよ。まあ 2,3 年で終わると思うんやけど、 2,3 年で終わりますかね、2023、2024、2025年違うかな、ある程度は一定程度もう一回も終わった後っていう感じだ、結構痛みに一回あってリセットされてっていう、と思いますわ、あると思いますわ、だから痛い目はあんた目覚めへんので、みんな日本のその防衛増税もそうやけど、戦争戦争だって煽られてもそうやけど、言い方悪いけどちょっとはないとあかんのかなとか思ったりするわ、もうここまで来ると目覚めへんでしょみんな、一発なんか飛んでこんとほんまに、あの極論すればね、そのアメリカの軍需産業がうちゃうちゃやってますよね、日本はその軍需産業できないじゃないですか、日本の会社が日本の工場で、日本が真剣にやったらもっとすごいもんできると思うんですけどね、あの早いと思いますよ、その迎撃ミサイルとかでもね、あのなんかチンタリチンタリ撃ってるじゃないですか、もう北朝鮮に来たらもうすぐ100発100中で落とせるとか、そのバリアシールドとかできるようにしたら何ら問題なくなると思うんですよね、アメリカに頼る必要もないですし、自国でその撃ってくるとなったらその基地を攻撃したらええとかって言ってますけど、そんなんもいらん考えになると思うんですよね、だから その辺考えてもいいんちゃうかと、それでできんねんと早く投入してますよ、そんなもん自民党がおるからできんねん、そんなこと統一教会後ろにおって自民党あれなくならんたよ、だからそれで技術日本の企業がやってええよと、でよかったら日本で採用するよと、だから場合によったら海外にも売れますしね、だからそう、そういうところをやったらいいのにと思うんですけどね、それやれるんやったら当にやってますよ、技術力はあんねんから、世界一の、今技術、日本で技術持ってるとかその頭持ってる人は頭押さえつけられたりお金あんまもらえないから優秀な人ほど海外に行っちゃうじゃないですか、もったいない話ですよ、だからこれな、やっぱ本当イギリスアメリカが完全に引いてな、イギリスアメリカっていうかその、あの金融のやつらよ、あの連中が一回引いて終わった後でもうあかん何にもないっていう状態になってからなしか始まらんわ、もうそれ、今のこのどさくさでは無理やで、どさくさに紛れて増税だ防衛だ言うてもう今しかないぐらいの勢いでやってるやろ、もうもう統一教会も忘れるぐらいの勢いで、まあ今支持率下がってもね選挙ちょっとないですからね、そんなんで強気なんでしょうね、もう今やらなあかんっていうぐらい、憲法改正なんてよう言ってないだけで、これまあむちゃくちゃやもんな、もうまあでもこれ昭和20年のあの戦後以来初めてちゃう、こんな感じってここまでもうわけわからんことなってんなんてどう言うさですね、なんかどうもね岸田さんってそんな強くないじゃないですか、今強いこと言ってますけども誰かに踊らされてる気がするんですよ、ね、もちろんそうですわあれ、自分表出て汚れ役やりたないと、で岸田をコントロールして、で自分たちがやりたい汚れ役全部やらして、で後もすげ替えたらええやんかと、いうことでしょう多分、だから余計にねきついことをやってきますよね、そんな考えやったらね、そうなるわ、まあどっちの役目とかどっちええいいもんとか悪いもんとか日本にとってな、いいもんとか悪いもん役ってそういうあれじゃないと思うねんな、一回この今のはその構造とか金融を吹っ飛ばすためにはああいうことせんとしゃあないんやって思うよね、多分な構造潰してるんでしょ、もう完全に見事に世界中同じことやから潰してんの、
それだけのことやけど、だからそれがちょっとエスカレーションというか、こう一歩間違えたら本当の紛争になるってこともありえるってことやな、はい、やっぱりな、うん、どっかの島でね、どっかの島でこうなんか間違って着弾したとかあったらあるわな、はいはい、うん、それだけのことやと思わないけどな、もう潰すんやったらさっさと潰せや、ま、一気にと思うよ。もうそんな長い時間かけんと。もう3年も4年もこのことやれたらもう辛いわな、コロナから始まって。まあ長引けば長引くほどあとしんどいですよね。ああ、ね、コロナが2020年の一応3月としたら、もう早せえやっていう感じやな。もう何でもええからもうもうダラ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 やっていっぺんに潰してまえみたいな、もう。まあどの辺まで金融なんて潰れそうな感じする見てて。結局は今の状態に戻ると思いますけど、先々、うん、一旦なくなったように見せかけて何年かしてまた戻っていくっていう今の形ですね、うん、でもまあもう人の感覚的に人がもうそこに戻っていかんでしょ、もう同じとこへ。だからマネー進行みたいな感じはなくなると思うんですよね。回転も早いと思うわ、市場の。だからなんていうんかな、なんていうんかな、あのスイカみたいなあれやんか、あんな感じやわな、お金自体がもう。だからなんかこう蓄えとくもんじゃないっていう感じになるやろうな、うん、一部ではこうなんていうかな、金融なんていうかな、こう 財の保全っていうやり方はなんかでは、はい、形ではあんねやろうけど、やっぱり現物になっていくんですかね。まあそう、現物に限らずあんまりそういう財の保全っていう感覚もないんちゃうんかな、もう次興味ないでしょ今の若い人。うちの子供らもないで、そんな全然、うん、あるよ今の若い子。全般的には低いですね。でしょ、今のだから二十歳の、まあ、食っていければええねんみたいな、そういう人が多いですね。でしょ、今の二十歳の子が10年経てばもう30歳よ、20年経ったら40歳ですよ、たった20年で、で何かをこう車でも何でもそうなんですけど、所有して何かっていう感じもないね。今所有欲全然ないです。でしょ、ってことはそんな世の中になるん違うんですか。でもさ、石膏だけでもね、そうなります。そうですね、車は特にそうですもんね。何でもそうですよ、家もそんなって豪邸所有したいとか、無理して何かを所有したいとか、いや、お金を貯めたいとかあんまないでしょ若い子たち。どっちかというとなんかこうズボラにしたい、便利なんがいいっていう世界ですよね。だから家とかも高いとこいいとこ住みたいとかじゃなくて便利なとこ住みたいと、うん、で結局都心の駅近で高いけどまあしゃあないかっていう、そういう話でしょうね。高くて豪華なとこ住みたいじゃなくて、便利なとこ住みたいが結果的に高いとこになっちゃったっていう、そういう考えなんでしょうね。まあ、だからこれ金融一回今回これを整理きれいについた後ってガラッと変わってるで、もう。だからね、なんちゅうんかな、もうその日本の中でこれがそのなんていうかな、今みたいにマネーがあって、そのマネーが価値の軸ですみたいな概念がないんやと思うわ多分。だ同じ日本の中ほんのに共通通貨がないに近いみたいな感じでイメージ的にあるんですよ、日本中央銀行が発行するもんなんか国が発行するもんなんかは別として、中央銀行残らんと思ってんねんけど俺もうあんな、一応まあ国が発行したとしても国が発行した通貨はあくまで国対国の信用力みたいな、感じで、日本の国内で流通してる通貨ってちょっと違ってるような気がするわもう、
今でもなんか分かりますなんとなく。だからあのあれですよ、楽天ポイントとか、うん、あんなみたいなもんですよ、うん、あれのあれああいうのがポコ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 あちゃこちゃにあるみたいな、うんうん、あれがだから楽天とかそういう問題じゃなくて、例えばなんていうのかな、一つのこのネットワークがあって、そのネットワークの中で自分たちが発行するカードみたいなやつってありません、うんうん、だからそういう形のこうなんていうかな、消費するためのそういう形態になっていくと、むちゃくちゃ回転早いちゃいますマネーの回転って、貯蔵の貯蔵機能が、まあ、貯めとくっていう意識がなくなります、ね、貯蔵機能がなくなる、うん、でもしくはポイントなんかと一緒で1年でなくなりますみたいな、あんな感じだと思うんですよ、うん、1年でなくなりますって言ったら経済めっちゃ回りますね。昔ねあったんですよ東ドイツ、樋口さん知ってるかな、東ドイツなんかは東西ドイツ統一する前にね、はい、劣化する通貨っていうのがあったんですよ、東ドイツマルクっていうのは、はい、こう1ヶ月ごと減っていくんですよ、はいはい、カチカチが、そうそういうやつがあったんですよ、まあ使いますね絶対ね、うん、あの形やと思うねんな、うん、だから日本円っていう通貨はあるんですよ、うん、あるけどもその日本円っていう通貨を何かに変えないとそこの域内では消費できないっていう感じに変わるんやと思うわ、うん、多分な、うん、どうやろう、そうですね、マイナーカードもなんか作ったらポイントくれるじゃないですか、お金じゃなくてね、だからその辺考えると事務長のおっしゃることも、いやあれね樋口さん、俺ね国とか行政じゃ無理やと思うね、ああいうことするの、うんうん、CBDC 含めてデジタル通貨なんだら国行政無理やと思うわ、うん、そういう機関に委託して丸投げしてやらせるって話、それももう無理やと思うわ、予算なくなるでしょうから、うん、一旦あんなアホみたいに何十億とかかけるよ、あいつら金ばっかり、利権ですやん、だって、うん、そうですよね、あんな世界じゃないと思います、もう利権とかそんなんじゃないと思うわ、だからああいうのって国やったってうまいこといかんのですよ、マイナカードの前進まんし機能しないでしょ、うんうん、まあ無理ですよね、頭がついていってないから形だけで、うん、でこっち使う方からしても変な面倒くさい入力のなんかどうでもええよね、うん、結局最後は紙出せみたいな、うん、ことになるんで、そういうパターンになりますね、なるでしょ、で役人がいっぱいおってあいつらの仕事増やすばっかり、あの、うん、当てがおばっかりの、あんなちっちゃくなるはずなんで、民間やでやるの多分、仮想通貨と一緒で、うん、俺民間やと思うな多分、スイカなんてあれは JR でしょ、 JR ですね、すごいでしょ普及率、うん、スイカにこっちだったら行こうか、うん、あれ普及率すごいでしょ、はい、でトラブらんでしょ、そうですね、あんま聞いたことないですね、でしょ、ね、ああいう感じちゃうのが民間やで、あれ行政役人には無理っすよ、あんな発想、ね、全部最後紙出せやからじゃあ今のデジタルでやったらないんですよ、ね、そう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 、まあ確かに国がやりますよって言ったらね、そういうコンピューターのそういう手続きできる人もおりゃできない人もおるから、できない人にもこういうことしますよっていうそういう風呂敷広げないといけないんで、どうしてもそんな風になっちゃうんでしょうね、うん、だから簡単に例えば例えば医療なんかでもその融資っていうか、そのコロナの時の注射をに反対してた先生とかおるわけやん、ちゃんとした融資の先生ってこれから残っていくんやけど、あの打ちまくってて何ぼかお金持てるあの年中は全部もう吹っ飛ぶやろうけどおじいちゃんおばあちゃんにバレてな、ちゃんとやってた先生が多分ネットワーク作ったとするやん、そういうところではここのなんていうかなポイントカード制みたいな、スマホの中で入れてもいいし、そういうものでないとそのサービスの受けた代金のお支払いはできませんっていう形になると、うん、いやおでもそれ買わないと仕方ないじゃないですか、うん、一回換金しないと、そういう形だと思うんですよ多分、うん、だからそういう特殊いいサービスとかいい商品を扱ってるところはそういうことできると思うんですよ、うん、強気っていうか、うんうん、そうじゃないところはもう今までのまんまでおってグダグダのまま行ってもらうっていう感じちゃうかなこれ多分、わかりやすいでしょなんとなく、だからある意味これ自分たちで通貨発行してるって感じですわ、うん、なんとなくイメージ湧きます、うんうん、
ある意味通貨ですもんね、これ。でその医療の人たちの中のネットワークから今度は農家さんとも組んだとしますよ、はいはい、あのこういう体にね、はい、野菜を作ってますとか、そういうところと組んだとしましょう、そういうところはネットワークで、はい、だからこっちとこっちで使えるようになるとか、はいはい、そんな感じだと思うね、多分なんかそんな感じがして仕方ないけどな、うん、うん、なんとなく分かる、分かりますね。だからこうなってくると銀行いらんでしょもう。限りなく銀行の機能っていらんよな、融資受けるぐらいしか。融資受けるか、換金するか、あですかね、海外の通貨とか。あと何、銀行の商売ってないんじゃないの、そのまあ貯めとくとかっていうそういう概念がなくなったら。そもそもどうするんですかね、うん、お金預金集めてそのお金元手に貸すのが集めるとあれがなくなりますもんね、うん、だからそういうなんていうかな、自分たちでこう流通するその、まあ、通貨というかそういうなんていうかな、そういうものを発行していくようになってくると多分両替商みたいなやつも出てくると思うね、いっぱい。昔の江戸時代みたいな、江戸時代みたいな、あの江戸時代みたいなやつですわ、あれなんか27、8ぐらいあったらしいんですよ、江戸時代って通貨が、出てきたらしいんですかね、ああいう感じになるんちゃうんかな、両替商の世界みたいな、そんな感じちゃうんかな、あれのちょっとデジタル版っていうか、だから通行証みたいな感じで、ここからここ入るときにはこのお金に変わるから両替しないといけませんじゃなしに、この班ここからここから次の班行くときにはこのお金やからねじゃなくて、この通信の中でそれが起こるん違うんかな、すごいよな、さだもそうなるとまたその中で派遣争いが始まりますよね、そしたらね、でもちっちゃい世界がみんな点でチリチリバラバラでそんな感じになるんちゃう、実力のあるところがどっかがイニシアチブでも取らないとコントロールできなくなりますよね、でもね、いやどうやろうなこれ、でもそういう形になっていったら今までもそうですけども、デジタルのところって法律ついていってないじゃないですか、ついていかないから結構いろんな、まあ、詐欺とかいろんな事件が起こって頻発するでしょうね、当面はね、淘汰されると思いますわ、ああそういうところは、ああだからさっき言ったように実力があって信用力のあるところがそういうものを作っていくって感じになると思うわ、はいはい、何でもそうじゃないですか、いろいろあって問題があって消えていくじゃないですか、そんなん大体、そんな感じ違います、だから何でもかんでも何でもかんでもデジタルで決済とかじゃなくて、そこでしか使えませんみたいな、あの感じや、まあ今で言うとあれサブスクって言うてんのかな、今の連中であれのちょっとした通貨版みたいな感じになるんじゃんかな、だからその幅がね、そこだけでしかサービスじゃなしにこっちも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 っていうのを派生していく感じちゃうから分からんわ。皆さん今年は株大損してる人が多いですね、やっぱりね、相当やられてるでしょ、相当やられてます皆さん、でも日経だけで見てたら、指数だけ見てたらそんなに落ちてないんですけど、個別見たらひどいっすよ、やっぱり、ですよね、あれね、指数だけは保っとんな、うまいこと見せかけだけは、あれでも実際相場やってる人からしたら悲惨な目に遭うてんだ、あれと思いますね、中身見たら、古典古典にやられてると思う、どうしてなんで、みんなも塩漬け、塩漬けの人も俺はですね、そのここ2、3年で取り返したるって言って、もう損出しとけと。もうゼロになって、ゼロになるつもりで置いとくか、もうちょっとでも現金貸しないと今売ってくるかどっちかしかないのにな、もうゼロになってもええつもりやと別にね、まあ
その考えが出ますね、人それぞれね、うん、今回の大恐慌は日経平均ではどこら辺やと思います？そこね難しいですね。バブル前が4万ぐらいあったでしょ。4万ぐらい行きましたね、うん、あの辺から8000円でしょ、そこまでは落ちないでしょ、さすがにね。マネーの総量、世界のねえもの、マネーの総量考えたら8000はちょっとありえんな、その倍ぐらいな、1万5000円ぐらいのとこらへんやろな。衛生人でしょうね。あでちょっと間違ってオーバーシュートっていうか行き過ぎて1万2000円とか、ちょっと一瞬下がってまた1万5、6000円に戻るとかっていう感じ、ね、1万円割れるかっていうようなとこらへんでヒヤッてする、9800円、9900円ってとこでグッと戻ってくる。だからまあ1万円割るって1万円まあ、1万5000円ぐらいかなと思ってるんだよ。そこでもうこっからまだ1万したいもんね。でも、死にいっぱい出るわな、ね、もうこっから日経1万下げたら屍でしょ、もう、そうですね、もう逃げられへん状態ですよね、まあ、1万5000円はあると思うわ、まあでもそっから買われる株も変わるで、これからも変わりますね。ガラッと変わると思いますね。あ意外とあのナスダックとかマザーズとかあの辺で芽が出てくる IT 以外の会社もあるんちゃうんかな、意外とこれから、あると思いますね。バイオ技術とかな、今日の50円ぐらいで放置されてるやつとかな、変わるやろな、ガラッと、日の目見てないけどもすごいところって絶対あるはずなんですよね。動きが悪いから変われてないだけでな、こっから先10年20年先見たら絶対変える会社ってあるはずやねんけどな、今そんな今同族でね上場 してなくてうずもれてるところが多数あると思うんですよ、ね、んな、そっか、相場でみんなやられてんのか。やられてます。今確定申告の資料まだくださいってまだ案内してないんですけども、あのメールで送ってきはる人とかもおるんですけども、今10人ぐらいあって10戦10敗です。投信も結構全滅でしょ、はい、プラスの人一人もいないです。おらんわそらそんなもん。もう投資なんてもう銀行はもう付き合いでか、まあ、こうてくれこうてくれが買うけど、もうえらい早逃げて終わったの。2年度また買えようからなあいつら。手数料入りますもん。銀行業で手数料今あんま稼げないんですよ。だから保険とか株とか投信とかで稼ぎはるんですよ。お前か今株あおおおおかって言って。自分たちの手数料だけです考えてんだ。お前家火つけられるぞお前ら最後、そんなことしとったら。まあバブルの頃そうでしたからね。もう今回バブル以上やからな、破裂すんねんから、担保貸しないのにどんどん貸し込んで、ね、バブル破裂させましたからね。まあなあ、借り入れに関しては言っちゃ悪いけど飛ばしたいだけやからね、別に日本が苦しむわけでもないし日銀が苦しむわけじゃなくしに、通貨発行権持ってるやつらがね勝手に巻いたわけやから、もう言うよ別に、どっちも言えへんだけの話なんで別に。あんなそんな感じでしょ、そうですね、そこまで開き直ってるってあんまおらんまだいないですね私の周りでは。そう考えたら楽やのにな。楽のは楽ですけどね、なかなかそこまで達観はできないですよ。もういざとなっちゃう、別に何も別にどうでもええからみたいな。あんなあっても仕方ないしなみたいな。ってなった方がええのになみんな、いつそうなれるかの差ちゃいますもんみんな。なかなかそこまでの境地にはいけないですよ。っていうんだろう、その相場下がったらどうしようとか初めからやらんかったりだけやのに、不動産下がったらどうしようとかやらんかったりだけなのに、まあそりゃそうなんですけどね、でもお金ってどっかに回さなあかんのでね、そんなんなどうしようどうしようって死ぬまでどうしよう言っててもしゃあないやんな、そんなもん。一回これでも終わりやみたいな気が楽になるね、そっちの方がスカーッとしてね、いやーそうです、全財産やられたわ、スカッとします。
人間がね、相場辞めれる時ってね、完全に大敗した時しか無理なんですって。そういう格言があるんですって。中途半端にまだね、根付けがあったらね、やめへんねんって。金があるとまたやんねんって。取り返せるかもと思っちゃうんですかね。もう破産したらね、もう綺麗にやめんねんそろそろですね、元出ないですもんねもう綺麗に綺麗さっぱり足洗うねんって。だからもうそこまでいかなあかんらしいわ、やっぱり、まあ、そんな感じらしいわ。ありがとうございました。